美しい山と富士山、岡谷市伊豆早という高台では美しい景色を望むことができます。神社の真横にバス停、名前は伊豆早公園、神社は入ってないんだね。いやでも富士山が綺麗すぎます。本数は1日4本ほど、いや意外と多い、7本8本。おお、このダイヤならまだ使えなくないな。シルキーバスは岡谷市コミュニティバスです。富士山が見える、綺麗だね。ベンチもあります、優しいです。こんな優しいバスで久しぶりじゃないでしょうか。いやでもこちら側を見るようにも誰もいないけど、むしろ反対側の富士山を一緒に見た方がまだ気分も上がるというものだ。いやマジで富士山いいな。神社普通に参拝するか。伊豆早公園、伊豆早なんて読むんですかこれ。その大社宮司が金書、あ文字を書いたと。諏訪大社の関係があるんでしょうか。富士山が見え、めっちゃ綺麗なんだけど、あんな大きく見えるもんな。これがかっこいい、普通に普通にかっこいいんだけど、諏訪大社の小宮御柱があるってことは諏訪大社の、本当だ、諏訪大社やんけ。だから諏訪大社と関係があるのか。この神様は諏訪大社の神様ですね。でも諏訪神社ってつかないの面白いな。もう舞台